獣医さんが今夜が山だって。そう、もともとロンも年だものね。寂しくなるわ。こんにちは、僕はロン。どうやら僕は今日死ぬらしい。あんなことがあってメイもかなり気落ちしてるみたい。ロンを一番可愛がってたのはメイだからな。僕の飼い主のメイ、走るのが大好きで笑顔が可愛いんだ。最近はちょっと元気ないけど。僕がこのお家に来たのは7年前。ロン、ロン、ロン、おいで。怖くないよ。メイ、あんまりしつこくしないの。ロンは人間が怖いのよ。ひどいわよね、前の飼い主さん。殴る蹴るが日常茶飯事だったって。次、大きな怪我をしたら死んでしまうかもしれないんですって。今までの分、うんと大事にしてあげましょうね。着いた。ここ私のお気に入りの場所なの。私もおしゃべりとか苦手だけど走るのは得意なんだ。あ、見ててね。わ、夢なの、陸上の選手になること。高校でも絶対陸上部に入るんだ。ロンも一緒に走ろう。今はまだ無理でも自分のペースでいいからね。私の走りで誰かの背中を押せたらすごく嬉しいなって。ワン、あ、ロン、おいで。ゴール。あの時みたいな明るいメイに戻ってほしい。前を向いてほしいよ。これはこれは、あ、珍しいお客様だ。ここは幸せエレベーター。過去、未来、好きな場所へお連れできるエレベーターです。ただし制限時間は4時間。さあ、どちらまで？1年後の未来まで。未来？困りました。あなたの命は1年後には消えている。過去に戻った方がいいのでは？わかってる。でも僕は確認したい、メイが僕のいない未来でも陸上をやれているのかを。僕はもともと体が弱ってるからどうせ長く生きられない。ふむ、なるほど。それでは特別に私が仮の姿をお貸ししましょう。何をするにもあなたの自由。ただし一つだけ、4時間を過ぎた場合、あなたの存在はこの世になかったものとなってしまいます。夢夢、ご注意を。